信州大学医学部医学科。医学科は生命科学や社会医学の教育、研究及び医学医療や地域教育の研究を行う基礎医学講座。優れた指導者と最新の設備を備え、21世紀の夢の医療を実現するための取り組みを行う臨床医学講座があります。医学科では明日の医療を担う医師・研究者として必要な知識・技術・考え方などを身につけることを目標に、1年生から6年生まで一貫した教育を行っています。1年生と2年生は共通科目を中心に受講し、3年生以上は専門科目のみのカリキュラムが組まれ、医師への礎を築いていきます。6年生は医師国家試験に挑み、毎年高い確率で合格しています。7月22日日曜日、この日は医学科のオープンキャンパスが行われました。医学科や病院の体験、見学ができるということもあり、全国から300人を超える受験者が訪れました。はじめに信州大学医学部の田中英二医学部長が挨拶しました。ぜひですね、覚えておいていただきたいのは、医学部医学科に入学するということはほとんどの場合将来医師になるんだということですね。成績がいいから予備校の先生が医学部を受けろというようなふうに言われたって言って話す学生さんもたまにはいるんですけどもぜひですね、自分の将来の目標を持ってですね、受験をしていただきたいというふうに思います。まあ、そんなあまり関係なさそうなことを言うのはですね、毎年入学した学生さんの何割かはですね、入学した途端に目標を失ってしまうというようなことも起きますので、ぜひですね、そういう志望、強い意志を持ってですね、受験していただければというふうに思います。続いて、多田医学教育研修センター長の挨拶。カリキュラムや留学、学生寮などについての説明が行われました。その後、現役医学部医学科生5人がパネルディスカッションを行いました。自分で授業を選べるということで、天文学であったりとか物理、化学、あと文学とか自分の興味に合ったものを選んで自分の時間割を組み立てていけるってことですね。あとゼミとかに参加すると他の学部の人とも交流もできます。と専門科目は人生物学というものしか今のところはないんですけど、人生物学は教科書が英語で、そんなにまだ厚くないんですけど、このくらいの置けばギリギリ立つくらいの厚さの教科書を1年かけてやります。2年生になると専門がメインに始まってくるので、皆さん聞いたことあると思うんですけど、解剖実習が始まります。私たちも前期で解剖実習をするので、ついこの間6月末まで実際にご遺体と向き合って解剖実習をしてたんですが、最初はやっぱりみんなちょっと気分悪くなる人もいたり、大変だったんですけど、だんだんみんな自分の勉強してきたことが実際に見ることができるので、それを生かしてご遺体からいろんなことを学んでっていうことをしていきます。でもう一つは派生学といって、受精してから子供が生まれてくるまでっていうのを一通り学ぶ勉強してて、それはグループワークがメインになっていて、で6人ぐらいのグループに分かれてて、その中でみんなで話し合って課題を作って、それを解いていくっていうことをしています。3年生の前期から少しちょっと授業が増えてきまして、なんか1年生とか2年生に比べると時間割がちょっと詰まり始めます。で3年生の前期は薬理学とかその薬
の作用とかを学ぶ授業があったり、あとはドラマでアンナチュラル見ていた方とかいらっしゃると思うんですけど、法医学の授業とか、なんか少しちょっと特殊というか医学部っぽい授業が始まるなっていう感じです。で、3年生のこの時期は5月の後半から7月ぐらいにかけて、ちょっと特殊なんですけど、自主研究期間っていうのが設けられていて、なんていうんですかね、自分の好きな研究室とかの病院の科になんか配属、希望出して配属させてもらって、そこで任された仕事とか研究とかに携わさせていただく期間が設けられていて、今3年生はまさにその期間中だと思います。それは本当人それぞれ違う、なんか人一人一人やることが違うので、一概にこれをやってこれをやるっていうのは言えないんですけど、そのような、なんていうんですかね、なんか勉強座学じゃなくて研究機関みたいなのがちょっと設けられているのが特徴的かなって思います。病院では信州大学にある専門科、ほとんどの専門科全部を1週間または2週間ずつ回っていきます。で、私がすみません、外科の実習だと、例えば外科の実習だと実際に手術室に入らせていただいて、患者さんの許可をいただいて、指導医の先生が見ている場所で、皮膚の縫合を実際にさせていただくこともあります。それから産婦人科の実習だと分娩に立ち会ったりとか、帝王切開を目の前で見させていただいたりとか、そういうふうにそれぞれの科で重要な場面に立ち会わせていただいたりもします。あとは担当の患者さんを受け持たせていただいて、実際に肺の音を聞いたり心臓の音を聞いたりっていうのも、実際の患者さんの肺の音はどういうの音なんだろうっていうのを聞かせていただいたりします。で、私がやっぱり印象的だったのは、座学の実習の時は実際に患者さんを目の前にしていないので、病気のことを学んだりする、それから病気の治療のことを学ぶのが基本的なものになるんですけど、病院実習に出ると実際の患者さんを目の前にするので、その病気を患っている患者さんがどういうふうに考えているのかとか、何が苦しいのかとか、あとは生活にどんな支障が出ているのかっていうのを実際に学べるのはこの病院実習の時間しかないなっていうふうに思うので、それがやっぱり改めて医者になる時に患者さんが何を求めているのかっていうのを感じれる実習なのかなっていうふうに思っています。僕は10月には小諸高原病院っていう結構小諸の、山奥にある精神科の患者さんを見ている病院に一人で行ってきまして、そこで、そうですね、学生一人だけで、あとお医者さんと看護師さんとという中で、一緒に患者さんを見ていくということをやっていきましたし、また今年の4月には安曇野日赤病院というところに救急科に行ってきまして、そこもまた一人で行かされるわけですね。で、上の先生、主に面倒を見てくださる先生が一人いらっしゃって、あと救急科が全部で 4,5 人ぐらいいらっしゃって、その中に一人で、混じって一緒にカンファレンスに参加したりだとか、患者さん一緒に見ていったりとか、そういうことをしていきました。で、医学の勉強ももちろんですけども、そういう中で同じ診療チームで医師の方々とどうやってコミュニケーションを取っていくか、そういう中でどうやって患者さんを見ていくか、もちろん医師だけではなくてですね、検査技師さんとか看護師さんとかっていう方とも関わる機会が非常に増えていきます。実際の学生生活、受験勉強について、医学の道を志したきっかけなど、身近な学生の話に訪れた受験者も熱心に耳を傾けていました。午後にはまず体験や見学が行われ、受験者たちはグループに分かれて医療現場で実際に使っている器具などを使って体験しました。医学部の学生が講師を務め、 AED を使った救命処置体験などが行われました。トレーニング機器を使った聴診体験では、医療用のマネキンを使って心音、肺音の正常、異常について学びました。
その後はミニレクチャーと医学科生との懇談会が行われ、受験者は希望する会場に分かれ、ミニレクチャーの聴講や現役学生への質問などを行いました。この大学の実習では患者さんに育ててもらうことができます。すごい優しい患者さんたちばかりなので、のびのびと勉強させてもらってます。信州大学は医学部だけじゃなくて、いろいろな学部があるので、たくさんの人と出会うことができます。信州大学では自然に触れられる山岳部などサークル活動がとても盛んです。こんなに自然に囲まれた中で勉強できるのは信州大学だけです。医学部医学科で待ってます。待ってます。医学教育と研究医療活動を発展させ、国際交流に寄与する医学科で学んでみませんか。